小予報士、二級建築士、漢字検定準一級、パンシェル受検定一級を所持している。東京大学工学部建築学科卒業。最終学歴は、東京大学大学院工学系、研究科建築学専攻。身長155センチメートル。東京都杉並区出身。東京都立西高等学校、東京大学工学部建築学科。 東京大学大学院工学系、研究科建築学専攻卒業。趣味は、ジャズダンス、ピアノ、クラシックバレエ、ギターの弾き語り、イラストを描くこと。特技は、建築模型作り、ダンスのステージ衣装のデザイン、制作。2016年、大学4年生で、ミスト大コンテストに出場し、準グランプリに選ばれた。コンテスト後は、キャンキャンイットガールに加入し。 読者モデルインフルエンサーとして活動。大学院在学中にスカウトされ、プラチナムプロダクションに所属。クイズ番組や、アメーバ TV の橋本徹るの即リップ。ニュースバー強化に出演していた。2017年、二級建築士を取得。2018年、気象予報士試験に初受験で合格。大学院卒業後、2019年4月にメテレに入社。 2019年7月放送のスポークンがアナウンサーとしてのテレビ初出演となった。同期は島抜き良アナウンサー。2019年9月名古屋ドームで行われた中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ戦で始球式を務めた。入社1年目のアンアナウンサー賞でナレーション部門新人賞及び最優秀新人賞を受賞。 2019年8月23日から、どですか金曜コーナー、これくるのリポーターを担当している。2020年春の番組リニューアル後は、電気コーナー担当として、全曜日出演中。2020年5月30日からスタートした、在名民間放送局5社が地元を応援する、心を一つに、プロジェクトの共同 CM に出演。2020年10月4日、 ボンベレ配信ミニライブでアーティストデビュー。YouTube チャンネル内の企画で作詞、作曲に挑戦した東京スケッチをリリース。ありがとうございます。